みんなこんにちは、ハテナくんだよ。どうしてヘビには足がないんだろう。手足がなくて不便じゃないの？って思う人もいるかもしれないね。いくつか説があるんだけど、一番有力な説を紹介していくね。恐竜の生きていた頃、足の短いトカゲが現れたんだって。足の短いトカゲは狭いところへも餌を取りに行くこともできるし、恐竜などの天敵が現れた時、岩陰や茂みにさっと隠れることができたんだ。むしろ足がある方が邪魔だったから、だんだんと小さくなってついにはなくなったというわけなんだ。こうして足のあるトカゲから進化してヘビになったんだって。ヘビは手足がなくてもへっちゃら。落ち葉の下だって足で進むよりくねくねさせながら進む方が楽だし、餌だって十分に取ることができるんだ。ところでヘビってどうやって獲物を捕らえると思う？ヘビは餌を見つけると抱きついて締め付けて窒息させるんだ。そして噛まないで頭から丸飲みをする。顎の関節が大きく開いて自分の体より大きな獲物まで丸飲みしちゃうんだ。大きなヘビだとインパラや牛、ヤギにワギやヒョウまで食べてしまうんだよ。ヘビは上の顎と下の顎がくっついていなくって細い骨でつながっているだけだし、左右にもパカッと開くんだ。だから自分の体よりもずっと大きい獲物を飲み込めるというわけ。消化液もすごくって飲み込んだ獲物は1週間程度で骨まできれいに消化しちゃうんだ。大きな獲物を食べた後は数週間から数ヶ月食べなくても大丈夫。だけどヘビの食事は命がけ。噛めないから丸飲みをするしかないので、あまりにも大きすぎるとせっかく飲み込んだ餌を吐いて戻してしまう。もし吐き出すことができなければ死んでしまうんだ。また食べ過ぎて動けないでいるときに別の生き物に食べられてしまうこともある。食べるか死ぬか、ヘビも楽じゃないよね。今日のまとめ。大昔現れた足の短いヘビ。足の短い方が狭い隙間にも入れて便利だったので、足は次第に小さくなり、ついには足がなくなったよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。